腸内洗浄専門家、インナー美人アドバイザーの斉藤さなえです。このチャンネルでは、便秘を解消し、心も体もすっきり美しくなる腸活や、医療機関で行われる腸内洗浄の知識や方法に特化した情報を配信しています。一気に腸の中をリセットしたい方や、自分の体と向き合って腸の不調を改善していきたいという方は、ぜひこの機会にチャンネル登録をしていただけたらと思います。今回は仕事が忙しくて夕飯の時間が夜9時を過ぎてしまう方、夜更かしをしたりしている方の胃腸に食べ物や便が残っている方のための朝すっきりとトイレで出す腸もみマッサージをご紹介します。まずはじめに胃腸疲弊型の詰まり腸のチェックをしてみましょう。チェックその1、夕食がいつも9時を過ぎてしまう。チェックその2、夜更かしをすることが多い。チェックその3、朝になってもお腹が空かず、朝食を抜くことが多い。この3つのうち、2つでも当てはまれば、あなたの胃腸は詰まり腸の可能性があります。夜遅い時間に食事を食べると、胃の中に物が残ったまま寝ることになります。胃の中に物が残ったまま寝てしまうと、腸を掃除するホルモンが出づらくなって、日中食べた腸の内容物をしっかりとお掃除することができません。これからご紹介する腸マッサージは、そんな胃腸疲弊型の詰まり腸のために、朝起きてトイレに入った時、しっかり胃腸を活性化して、お通じをすっきり出すための腸もみマッサージになります。では早速やってみましょう。トイレに座り、出す準備が整ったら、自分の内臓を手のひらの手根という部分で挟んでいきます。まずはじめに胃を挟みます。胃はこの肋骨の骨ですね。ここの中にあるのが胃ですので、手根でぎゅっと胃を挟んで手を組みます。ここで5秒間カウントします。呼吸は普通に行ってください。次はおへその少し上の内臓を同じように手のひらでぎゅっと寄せてきて挟みます。指を組みます。次はおへそのあたりをぎゅっと寄せてきて同じように挟みます。最後に下腹をぎゅっと寄せてきて挟みます。もう一度繰り返します。胃を挟みます。5カウントします。途中で便意が出てきたら、挟むのをやめず、ずっと同じ場所を挟み続けてください。おへその上を挟みます。おへその横をぐーっと寄せてきて挟みます。最後に下腹部を挟みます。トイレでうまく自分の内臓を挟めましたか？このトイレでする腸マッサージのポイントは、胃をしっかりと圧迫して刺激することです。胃が刺激されることで、最後の便を押し出す直腸の排便反射が一緒に動き出すことがあります。また、夜遅い食事の胃腸疲れや夜更かしなどで弱っている胃腸に自分の手を使って挟んであげることで、腸を活性化し、お通じの排泄を促します。トイレで簡単にできますので、ぜひ試してみてね。